ミンガラバスケチャンネルから来ました、踊るミャンツーマ踊るミャンチューバースケです。よろしくお願いします。レンドン、アスコ、そして、スケです。今日はスケチャンネルとのコラボです。二人はスケチャンネル知ってる？見たことがあります。何の動画見たことある？踊り。はい、公園で踊っている。あ、公園で踊ってたっけ？はい、スケちゃんはね、去年の何月に帰ったんだっけ？3月ぐらい？4月かな、去年の4月。4月にミャンマーから日本に帰っちゃったんだけど、もともとミャンマーで仕事をしてました。あ、はい。なんだっけ、何の仕事してたかわかる？山を教えてた。あ、なるほど、山を教えてた。そんな記憶はないですけど。あの、ヒントはシャンシューですね。あー、シャンシューね。シャンシューね、農業の仕事？違うな。NGO？ 違うな。NGO やってた？やってないと思います。シャンシュー、シャンシュー、あの、旅行会社。お、思い出した。旅行会社ですか？旅行会社ですか？あ、正解です。ピンポン。私の旦那さんが主でやってるんですけれど、ホームミャンマーっていう会社をニャンウンシュエでやっていて、旅行もツアーも手配してるんですけど、ちょうどカフェもオープンして、今はちょっとコロナで閉じちゃってるんですけど、自家焙煎してるコーヒー豆のコーヒーを飲めるので、すごく素敵なカフェなので、コロナが終わったらお二人も来てください。ブラックコーヒーが好きなんで、ピンちゃんね。あ、すごい珍しいですね。ミャンマーの方、甘いコーヒーが好きだから。昔は甘いコーヒーが好きでしたけど、最近はブラックコーヒーが好きになってて、ずっとブラックコーヒーだけ飲んでます。ではまずはコラボ企画前半パートいきます。その名もお部屋でミャンドクラップ。パフパフ。やらせちゃってすいません。なんかヤンゴンも結構たびたびロックダウンになったりとか、こうなかなか外でダンスを踊れる状態じゃないっていう時もあるってことを聞いて、なんかせっかくだし部屋にいても踊れるようなダンスを用意できないかなと思って今回考えてきました。それがお部屋でミャンドクラップです。ロンジーを履いてても動きやすいような動きを工夫してきたので、ぜひ一緒に踊りましょう。はい、ロンジー着てないけどね。ロンジー着てないですけど。そう、ロンジーじゃないと思って、多分動きやすくしてきてくれたんだと思ったんですけど、でもズボンでも大丈夫です。最初私が踊るので、ちょっとどんな感じか見ててください。はい、マーバンハンドクラップいきます。ミンガラバこんにちは、ミンガラバこんにちは、レイカウンラお元気ですか、レイカウンラお元気ですか、カウンバーでチェーズーティンバーでありがとうございます、チェーズーティンバーでありがとうございます。みんなラバースター TV、 ご飯食べたよ、ファイサーでお腹空いた、ファイサーで、はぁ、あ、こんな感じです。どうしよう、直立不動だ。大丈夫ですか？大丈夫です。予想以上に、いや、あれだね、予想以上に長かったから。どうだった？踊れそう？
今の踊れる？今の踊るのよ、一緒にね。え、りんちゃんも大丈夫？いやー、多分できない。先生、パートごとに教えてもらっていいですか？もちろんです。今はこう、あ、同じような動きが繰り返されるんだなってことを分かってもらえたらいいなと思って一回踊ったので、一緒に一個ずつやっていきましょう。最初は自由で大丈夫です。で、ミンガラバーっていう歌が始まったら、こっちの手です。私と同じ方の。右手を左膝に、はい、やってミンガラバ、右手を左膝、左手を右膝です。もう一回、もう一つの動きがチェーズティンバーで二回だね。チェーズティンバーで1、2、3、4みーちゃん、みーちゃん大丈夫？手はなんかこういう感じです。手はこういう感じ。アセンビーラーのところですね。大丈夫は右手、左手、右手、左手したらこう右左右手左手右左、頑張れ、体が硬い。はい、今んとこ大丈夫ですか？分かんないとこ あったら言ってください。大丈夫です。最初からやってるよ。ビーラーのところですね。この場で、はい、こうお部屋の中なのでドタドタ走っちゃうと迷惑かなと思ったので、もう足はこうカクッカクッてするだけで、タミンサピービーラー、こうタミンサピービーラー、腕を振るだけです。タミンサピービーラー、タミンサピービーラー、なんかこうすっごい手を振って歩いてるふりをする感じです。なんか、りんちゃん違くね。大丈夫だよ、ベーシーになる。ルーバー、ベーシーになる。なんか、大丈夫ですか？ちょっと、りんちゃんが交通事故に遭いそうだったけど。どうですか？今ので大体全部の振りは終わりです、これで。あ、もう全部？これで振りは、あとは新しい振りはないんですけど、これをじゃあ繰り返すだけなの？繰り返すだけです。で、最後ちょっとなんか考えてほしいなっていうところはあるんですけど、とりあえず今までのところでもう一回ちょっとここの振りがわからないとかあれば。もう全部できるね。バッチリだね。バッチリです。大丈夫。ちょっとじゃあ一回移動しながらやってみるか。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。ちゃんと踊れた？顔と声がもうちょっと声が違う。短時間で予想以上に覚えが良くって、ちょっとね、りんちゃんの腰が痛めてるからね。そんなに激しくは覚えなかったけど。すみません、そうとは知らず。ストレッチ大変だね。そうですね、はい、ずっと部屋の中でパソコンしてるから。たまにはこうやって体を動かすの大事ね。そうですね、はい、はい、じゃあ先生ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら高評価を、もっと聞きたいなったらお願いします。それでは、レンと、アンダと、アキと、マズと、スケと、スケでした。
した。